フランクルーク・ジュニアは第一次世界大戦で活躍したアメリカ合衆国のエースパイロットである。1897年5月19日、アメリカのアリゾナ州フェニックスでドイツ系移民の家庭に生まれる。1917年9月、アメリカ陸軍航空部に入隊しパイロットの訓練を受けた後、1918年3月に商員任官しフランスへ。同年7月に、 第27飛行隊に配属され、三メエール方面での作戦に参加した。9月12日、ドイツ軍の観測気球を撃墜して、初戦果を記録する。14日には、気球2機を撃墜し、15日にも3機を落として、エースの仲間入りを果たす。勢いは止まらず16日に、気球2機、18日は、気球2機と敵機3機を撃墜したが、 同日の空戦で親友のジョセフ・フランク・ウェーナーが撃墜され戦死する。気落ちしたルークは休暇を付与されたが、早めに切り上げて戦場へと戻った。ムーズ・アルゴンヌ構成が始まった9月26日に、航空機1機、28日に気球1個を撃墜して迎えた9月29日、ルークはベルダン付近の気球3個を撃墜後行方不明となる。 戦後の1919 19年1月、フランスのムルボーで、アメリカ人パイロットの墓が見つかり、ルークのものと判明した。ルークは、気球撃墜後さらに、ドイツ機2機を撃墜して不時着したが、駆けつけたドイツ兵からの降伏勧告を拒否し、拳銃で戦って戦死した。蒸気の経緯が明らかとなり、1919年5月、名誉勲章の授与が決まった。ルークは、 第一次世界大戦のアメリカ陸軍航空部での受賞者第1号となった。彼の撃墜数は気球14機航空機4機の合計18機でエディリッケンバッカーに次ぐ第2位である。死亡時は、少位当時の気球は下方の弾着観測に有用であるがゆえに狙われ、安く、周囲には対空陣地が築かれ戦闘機による上空警戒が行われていた。 9月29日の2期は未公認。ありがとうございます。